こんにちは。こんにちは。夫婦の時間番外編ですよ。よ<ー>。はい。夫婦の時間は優香ちゃんとおかちおかちと。優香ちゃん。最も話したいことをペチャペチャお話しする番組です。そして今日のテーマは、うん。A.D.H.D. の夫と H.S.P.S.H.S. 型 H.S.P. の妻の暮らしはこんな感じというテーマでお送りしたいと思います。はい。 はあ、まあ番外編ということでいつもはねゆうがちゃん、うん、ゆうがちゃんと僕がねこの自宅で毎週日曜日9時からライブ配信をやってるんですけど、うん、今日はね番外編です、うん、どうしてもこれ話したいなと思ったから、うん、ゆうがちゃんをね来てもらって今からペチャペチャお話しようと思っているんですよ、うん、どうしてこれどうしてもやりたかったのこれねあの今 なななワードやからっみん,なが,みんなが気になってるだってねもう半年ぐらい前だね HSS 型 HSP は、うん、そのホットなんだっけどち,ちょっと下がってきてるんだけど、うん、ADHD の夫との暮らしっていうのはないんよ全く新しいねこれ YouTube 見てもないねん,そうなんだみんなこれ気になると思う<ー>それだからやろうと思ってっで僕こんな感じなんですよほんまにいつもこんな感じライブ配信見ていただいたらわかると思うんですけど、うん、僕 HD じゃ ADHD なんですよ。<laughs> を見たら、見ていただいたらお分かりいただけると思うんですけど、これでも教師なんですよ。あの教師というか、えー、放課後教室の経営者であり、そして、えー、先生やってるこんな感じではい。 HSS HSP 型 H これでも最初にちゃんと言っとかなあかんのが、うんまあ、ADHD っていうのは病院とかでさ、うん、診断が下りる下りないっていうような類のものやんか、うんうん、おかっちは別にその診断が下りてるわけではないから、ね。ない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 けれども当てはまってるな「うん」っていう自覚がある、ね、自覚ですね,、うん、ね HSP に関してはこれは別にあの診断とかがそもそも何 病気というものではなく病院行ってこう診断が降りるとかそういう類のものではなくてまあネット上とかにある HSP ないし HSS 型 HSP のまあセルフチェックリストみたいなやつでまあ該当するやろうなっていう感じで私は割とそういうチェックテストをすると。 「いやいや,いやそういう傾向があるね」とかじゃなく、うん、もうガッチガチの HSS 型 HSP という。うん まあ結果が出ると、うん、ただこのテストも言うたらじ自己申告やんか、うん、それって自分のありのままの姿というよりは<う>自分がそう認識しているだったりとか、うんうん、あるいはちょっと願望が入ってたりとか <laughs> そういうこともあるから、うん、あくまでも自分でそう思ってるっていうところをね、うん、前提として。ということね。 YouTube はちょっとカメラ目線がちょっと多めにやってもらえた方がいいかな多分、はい。ということで、うんえっと、僕もま,あまさに ADHD なんですけど ADHD だなって思ってからちょっと楽になりましたよ。話もまた全然変わってしまったんですけど、うん、それも ADHD の特徴みたいなんでう嬉しいないい ADHD さんとして出場するのめっちゃ嬉しい出場出場んか自分があこれ、H、ADHD でやっていうのを もうまさにそのまま出してたら今のですよって言えるのが楽しいなっていう、うん、はい、はい、ということで、はい、えっと前編と後編に分けたいと思いますまず前編は優雅ちゃん、うん、僕の妻さんが、うんえー、HSP 型の HSS なので、うん、その優雅ちゃん、うんまあえー 逆逆 HSS 型の HSP なのでその優雅ちゃんがに対して僕がどういう風に感じているのかとか優雅、うん、さん自身がどういう風に感じているのかそしてどういうそうに優雅ちゃんの特性をちゃんと理解し合ってお互いが円満な夫婦の生活を送れているのかっていうところを前編で紹介しますで後編ではその逆パターンをやりたいと思ってますということでまずは HSS 型 HSP とは一体何ぞや というところをちょっとあの聞き慣れない方もいらっしゃると思うのでまずそこの優雅さんからちょっと優雅さんが知っていることをちょっとお話ししてもらえたら。OK、うん、んかもう HSP さんっていうのはさもう、あのー、すごい認知が広がってるんじゃないかなと思っていて、うんうん、ハイリーセンシティブパーソンほ<う>とっても敏感な人っていうこと。うん の頭文字で HSP なんやけど、うん、これ定義があるみたいでえと、ね、デプスオブ・プロセッシング深く処理する、うん、これちょっと目が見えへん、うん、ああ消えてもった、うん、あと刺激を過剰に受け取る、うん、感情的な反応高い共感性、うんうん、些細な刺激に反応する感受性っていう難しい。な,ないよっ なんか深く考える敏感、うん、敏感な人、うん、<laughs> 深く考える敏感な人っていうのが HSP さんね。うん、でこれが大体人口の20%ぐらい。うん、20%は結構多いな。5人に1人やなじゃん,、うん。そうそうそう、うん、が。 HSP に該当するというふうに言われているのだが、うんうん、そ,そこにその性質にプラスアルファで私の場合、うん、HSS 型っていうのがつくでこれ何かって言ったら<お>ちょっと何の略やったんか,分から忘れたんやけど、うん、<laughs> 刺激を求めるっていう。うん だからすごく矛盾した性質を合わせ持つ、うん、HSP って言ったらねどっちかっていうとすごく内向的で、うん、あの繊細さんで傷つきやすくってっていう、うん、あの内向きな性質があるんだけど、うん、対して HSS 型っていうのは外向的で刺激を求めると、うん、だからすごく外向きだけれども敏感っていう。うんうんうん 生きにくいいい性質を持っているというとうころで,、うんね、でこの HSS 型っていうのは全人口で6%ぐらいなんじゃないで、うん、結構いるわないる,いるだって100人いたら6人でしょ。うん、で私このさあの自分がいつやったか忘れた、うん、だいぶ前に「うん、あ私 HSS 型 HSP なんちゃうかな」と思って、うん、あフェイスブックに投稿したらさ、うんうん あの割と仲良くしてる近しいお友達がさ、うん、みんな「え,私も, <laughs> え私も私も私も」みたいなさ <laughs> <え>なな類友ともなのか、うん、いや案外みんなそう思ってんのかな,、うん、なんか私はそのチェックリストとかしながらさ、うん、こんなん全員当てはまるやろと思って答,て答えていくわけよ。うん当 やけどおカッチとか全然やったな。全く、うんまあ、やったな。なうね、ん、<laughs> まあ A D H D ですかさ <laughs> 僕は。そ <laughs> れで、ねはい、そうだからまああの百人で六人やからまあ、うん、そんなすごく稀なタイプでもないよね。うんうん、まあでも六パーセントやからさ、うん、まあまあ。 ないいろんな特徴があると思うんだけど優雅、うん、さん自身が特にこれ当てはまるみたいなとこあ,ったある項目ってどんなとこやったのすごい疲れるすごい疲れるもう日常から <laughs> もう結,果結果を言うとすごい疲れるう、うん、そうやな、まあ、ちょっとな僕全然疲れてないのに同じイベントとか行ったとしてもぐったりしてるぐったりする、うん、でやっぱり刺激は楽しいし、うん、外交的やから、うん、あの。 楽しみたいよね楽しいこと好きやし人も好きやしいろんなところに行っていろいろ楽しみたいんやけどすごい疲れる敏感やからキャッチする情報の量が多分すごい多いんやわそれでしかもそれを深く掘り下げて考えるやんか例えばどういうふうに考えるのイベントとか行った時に何をどういうふうに考えるのいやんかイベントとか日常で行きつけのカフェ行きつけのカフェとかで。 あのー、コーヒーいっぱい頼むときにすごい思考がうわーって出てくる今あのお店の人はあの作業してるから忙しそうやから今じゃない方がいいなとか、うんうん、コーヒーって このプランにはコーヒーは入ってるんやけどカフェオレは入ってなかったんやけどどっちやったっけとか今寒いかなあったかい方がいいかなそれとも冷たい方がいいかなとかそういうことをいちいちすごくエネルギーをかけて考えてしまってで結局いろいろ考えるからタイミングを逃し逃し。 コーヒー飲みたいのにちょっと気遣いすぎて頼めない、うん、そんなしかも行きつけの男よあったわなあよくあ今でもある、うん、あの忙しそうやから後にしようかな僕はあれやなミヤッチーっていう風にまず言葉をかけて<え> <laughs> 作業を止めさせて振り向かせてビールいけるかなっていう感じやったなこの前な飲みたいと思った時にしたいタイプやから ADH だよね そう。でも、なんか最近、それおかちが、私がその話をしたから。うん、あのおかちが、き、気を聞かせてくれてるのか、わからんけど。うん、ヨガちゃん、コーヒー頼まへんのって、言うてくれるような。うんうん、あれはおかっちが飲みたい。から <laughs> adhd の僕が飲みたいから頼、頼む、頼む、早く頼んでほしいです、ね。<laughs> そっか。はい。そこは、あの、気を回してないです、ね。まあ、そうやね。はい、そう、そういう、うん、だから、もうコーヒー一杯頼むの、でも、ぐったり疲れるし。うんうん、そのカフェに、まあ、数時間滞在するうちの。 1>, なん1時間とかうん、うん、が「コーヒー頼みたいけど今どうかな?まあ」みたいな思考に支配されてしまうっていうこととかがある。あとかがてる。だから飲みたいって言ったら「飲みたい」ってやっちゃうし「疲れた」って言ったら「疲れた」って言って寝たいって言ったら寝たいって感じなの。うんそうだ 理解できへん時があって、うん、あの飲みたいんやったら今言った方がいいやん、だってそれ言わないと今やるべきこれに集中できへんやろっていう風うに思っちゃうね、A.D.H.D. を。うん。でもヨガさんに,あるにはその相手のことも考えたり。 これを言っってしまったらこう大事な場所だからちゃんとととリスペクトしないといけないいいけよね大事にしたいからっていう気持ちがある、うんうん、でもそれと同時にちゃんと本音も言わないといけないよねっていう気持ちもあるあるからそこ自分の中で葛藤して、ね、すっごい葛藤がある、うん、あとはあのやっぱ楽しいこと好きやからさ、うん、こうイベントとかを誘いあったら「うん、あ行く行きます」って言ってスケジュールとかに入れるやんやる、うん、でも当日になって。 ぐったり疲れててごめん用意かんっていうことが結構あるそれあるわ、うん、仕事とかも最近はないけど,いけど仕事とかもだから結構、うん、ごめん振り返りえでみたいなあるよねある それはめちゃくちゃゃ。くだから僕はそれ分かってるから,、うん、だから何でもかんでもやめとこうってう言うよね優香ちゃんによく今やりたいからって言って申し込んだりするんやけどでもそれがやるのは1ヶ月後やった時にその1ヶ月後の時に全部こう集中してしまったら無理やんちゃうって思ってしまうから、うん、だからやめときって言うよいつもでもその時も「はい」やから。そう ので今,今もね、うん、あのちょっと一つ大きなプロジェクトに向けてすごく一生懸命準備をしてて,てそれはやりたいことやし楽しいからさもうすっごいこうゾーンに入って夢中でやるんやんか、うん、でもやっぱ疲れるから、うん、あの休まなあかんっていうのももうその HS、S、型のこと調べたから分かってるから。うんうんうん 休休休ままななああかかかん、うんで今日日はむやらちゃんと休まな<ー>しっかり休まなっていうるなプレッシャー <laughs> なになったりとか<ー>するよねでもこれ今聞,聞かれてる方もあるあるって思う方多いんちゃいます、ね、かもしれん、うん あとは HSS 関係ないけど HSP の特性としてうちあの仕事場シャンデリアとかがあって,あのなんていうの電気がちっちゃいこうバルブが20個ぐらいあるのかな20個ぐらいある部屋でそのうちの電球1個が切れてたりとかすると絶対最初に私が気づくもう部屋入った瞬間に暗くないみたいななんか毎回だから私が電球変える羽目になるっていう。 なるほどそういう敏感さ敏感さなうんはあるあとはいっぱいあるなあ刺激を求めるからさ、うん、新しいお店に行ってみたらご飯とか食べる時も新しい。うんうんうん ところにに食べ行きたいよおかっちはどっちかって気に入ったらそればっかりなんやけど食食べべたたいいそうだけど新しいとこに行くんやけど敏感やからそこのお店が自分のんていう期待とか感覚にマッチしてないことにすっごいストレスに感じるのね BGM 一つとかあとまあもちろん味もそうやし接客の感じとかその清潔感がどんなもんかとかさそういうことが。 なんていうかストライクゾーンがすごく狭く狭てかから刺激を求めて新しいとこ行きたいんやけど、うん、行ったらがっかりしてしばらくへこむっていうことが多いっていううんかる,わんかるだからお価ちもめちゃめちゃお気に入りの店があって、うん、これ優雅さんに気に入ってもらえなかったらその店に二度と行かれへんわけだから、うん、<laughs> ものすごい気をつけんねん事前情報でもいっぱい入れとくの優雅さんに。うん、あそこの とあのオーナーは昔こんなことがあったけど、うん、今はなあの夫婦と立て直して頑張ってるんだよってストーリーを聞かせとくとかそうそう、うん、あそこ行きたいなって言って、うん、あ,あそこでもタバコオッ OK の店やけど大丈夫とかそうそう事前にコオッ OK の店とかその距離感がちょっとわあの分かってなかったり、うん、BGM はちょっとしょぼん合わへんと思うけど大丈夫とか音楽にうるさかったりするから、うん、そうやなう音楽はでもほんまになんか、うん 特に生,生演奏の場合自分の好きなものやったらもう本当に大好き、うん、気,気持ちよくなれるんやけど、うん、あ今これいや体に入れたくないっていうものやったら、うん、その場にいることが耐えられなくなるあれもう最悪お価値が悪かったんやけどああの旅行行った時に、ね、らえった時に沖縄で <laughs> まあ最後の最終日をね うん、最終日でその日一日ものすごいいい一日過ごしたなって言っていてでリさんはその私はアーユルベーダーってその、うん トリートメント、リーメンボディケアを受けに行ってうもうすごいこうトロントロン毛なってもったらファーって開いてる状態に気持ちよくてリラックスして開いてる状態でおかっちがもう最後の夜やや音楽好きやからそうで、それもねう<あ>なさんがそうそ<う>アイル・ベーダーかなんか分からないけどそ2時間ぐらい受けてる時に僕は石垣島のあそこの町をあの,あの、テクテク歩いてたんですよ最終日の一番最後のイベントとして何がふさわしいだろうっていうのを、まあ、結構自分がワクワクしながらやってて <laughs> ここやーって思って見つけて。 そのクラブハウスのイベントが行っ,、うん、ったら、うん、まあ全然なんか、まあ、言うたら好みじゃなかったのと<う>あとタバコを吸う人が近くにいたっていうことで、うんうん、せっかくもう何トリートメント受けて浄化された状態やのに、うん、すっごい敏感普段よりも敏感になってる開いた状態やからさそれでなんか嫌やったんよね、うん、もうパニックになってもうほんま泣きそうになって。 <laughs> 訴えて, <laughs> 訴えてすぐ出たよね10分ぐらいでごめんしか言われへんくてでもごめんじゃないって収まらへんから <laughs> ちゃんとでも入場料も払ってドリンクも買って、うん、まあ数千円2人で払ってるけどちょっともう無理やって言って10分ぐらいで出てきたりとか出て行ってその後またすごい喧嘩して <laughs> すごい喧嘩して一番最終日に「分 <laughs> か,かってるやろ音楽のこと」って「いや分かってるんだけど僕も聞きたい」って僕もこう衝動性が強いから。<laughs> かかっっってててるるけけどいけるかなっていうのがあってねそれはもう一個そういうのがあって私もそのなんていうボディケアのお仕事をしてた時期もあったのね、うん、だからある程度そういう,、うん、もうセラピストさんが、まあ、どれぐらいこう真摯に向き合ってやってらっしゃる方やなみたいなことは、うんうん、あの。 かるんやなまあ、ある程度、うん、あこの人すっごい一生懸命練習してる、うん、あの人やなとか、うん、あこの人あんまり適当にやってる人やなとかっていうのが、うん、やっぱそこ人一番わかるのね、うん、しかも敏感やんかそれでだ,だからこそお友達がやっているボディケアのところには生きにくいっていうのがあってその人のこと友達としては大好き人間としては大好きでも、うんうん、その。 あのトリートメントが、まあ、もちろん誠実向き合っていたとしても、うん、やっぱ相性ってあるしある合わなかったら気まずいやん、うんうん、<laughs> 気まずいから<あ>でそのストライクゾーンがすごく狭いからななか行きたいんやけど用意感かんっていうのはある、うん、で、うん、逆に言ったら全然面識のない、うん、なんかどっかスーパー銭湯とかでやってるうん、うん、あの。 ね、知らないおばちゃんがやってる赤スりとかは、うん、もうやってあんまりやったなって思って後腐れがないから全然割と残念やったなで済むっていう,うあるわな、うん、だからストライクゾーンが狭いからおすすめする時にはものすごく気をつけてる僕は、うん、特に音楽系とうがさんがスペシャリストそう自分が大事にしてるよ野でもで でぼ僕は分からんけどこういうのがあるよってだけ言うといてあとはもう湯川さんに選んでもらうそうすると僕はもう怒られずに済むからそういうことも結構大事にしてるかな。 ってなてまあそのねさっきの HSS 型 HSP っていうのは、まあ、病気ではなくていわゆる気質、うん、それはいわゆる、うんあのー、強みとして発揮できるところもあれば、うんうん、逆にその両面性もあると弱みとして発揮できるとこもあるから、うん、どういうふうに扱うのかやと思っていてそれを日常生活で優香さんがうまく自分とこう付き合うために、うん、具体的にこんなことやってるあんなことやってるこんなことうまくいったとかいうのがあればちょっと教えてもらえたら。 まあでも最近はねその生きづらさっていうのだいぶ楽になったの、うん、それは多分コーピングができるようになってきてるからと思うねんけど、うん、例えばその新しいレストランに行って、うん、まあちょっと期待外れでがっかりした時とかは「うんうん、ここは、えーとうん、自分たちのお気に入りリストには乗らないということが判明してよかったね」って、うん、<laughs> 言ってるわ <laughs> 言ってる。わ。思うようにしてる。うん うん、だから、うん、あの行動を着てみなきゃ分からないからうん、うん、それが分かってよかったねって、うん、いうことをわざわざ口に出して自分に言って納得させてる僕もがっかりするからだって僕は同じレストランに何回も行きたいのに優雅、うん、さんにお連れされてれ、うん、い,いて一緒に行くわけで,で僕はがっかりしてて優雅 <laughs> さんもがっかりしてそれがっかり見てるしてる優雅さんになんでやって思う優雅 <laughs> さんが選んであのに。 って思うんやけどユガさすそれ納得してるから分かった、それに僕も便乗しようってこう乗っかるようにしてるうん、うん、はいそんな感じどういうことかそう、あとは、うん、ああの、あとその 外交的ですごく社交的でエネルギッシュでっていう側面も本当にそれは嘘偽りなくあるからそこがやっぱりこう見えやすいやんか。あのやけれどもそう実は内向的で傷つきやすくて割とぐったりしてるよっていうところを自分からこう積極的に発信するようにしてるフェイスブックとかで。あのそしたら あのなんて誤解が少なくなくるというかう、うん、もう全部晒してるよねあの<う>このリンクにもノートを優雅さんが貼ってますけど、うん、そこでもう優雅さんが過去どんなことがあったのか、うん、それに対してどういうふうに考えてどんな気持ちになってどういうふうに行動していたのかっていうことがもう,、うん、もう全部もうすっぱだかな感じで、ま、るっと、ま、るっと表現することで。うん こう誤解されにくくなってきたかなっていうことと<ー>あとは付き合う人を厳選してる<ー>あの誰でも彼でもいっぱい,いたくさんの人がいるパーティーとか業種交流会とかは。<ー> まあめったなことでは行かないうかうん疲れてしまうからよりは本当にこにちゃんとお互いのこと気心知れてて、うん、あの理解し合えている、うん、受け入れ合えているという安心感のもとに成り立っているグループで、うん、あのご飯食べたり、うん、遊んだりするっていうことの方を今は大事にしているかな、うんるねまあ、誰と過ごすのかっていうことをちゃんと意識的に意思を持って選択していると。うん なあとほんま意識的にちゃんと休むっていうことうんでん休んでたら罪悪感があったんやけど、うん、だからいつも平日は5時に起きてるのそれは仕事で。うん 5時に起きるる必要性があるから平日は5時に起きててで前は土日もやっぱりそのねリズムにノットカウンと怖いなって思ってたから土日も5時に起きてたんやけどじゃなくても土日は目覚ましかけずに起きた時に起きるっていうことを今やってて今日とか7時ぐらい7時過ぎに起きたんやけどでも前までやったらあ7時過ぎかみたいな5時に起きてたら2時間あったのにみたいなふうに思ってたのが今は。 7時まで寝れたゆっくり寝れたって思うように意識してるそうするとなどんな感じになるの後ろめたさがなくなるから自分責めをしなくなるだから疲れなくなるよね楽ちょっと楽になる。うん 引きずらなないいよねそううんかあったとしてもあとはでもやっぱり逆に今度はちゃんと休まなきゃ休まなきゃっていうふうに思っちゃうけど休んでもいいし休まなくてもいいって思うだから昼寝とかもさするようにしてるんで朝早いからご飯食べた後に15分寝ると全然違うのよ午後のパフォーマンスが。だから昼寝もするようにしてるんやけど15分さスって寝れる時もあったらやっぱ寝りやん時もあってでも あの目を閉じるだけでオッケーっていう風にしている、うん。なるほど。うん、寝れオッケーね。そう寝れやんかったら、うんうん、あ寝れやんかったってなっちゃうから、うん、<laughs> じゃなくて目を閉じるだけでオッケーっていう風にしている。うん、そういう風うにこのフレーム自分の自分に対してオッケーを出すフレームをちょっと作り変えてるっていう感じかな。 作り変えてまあこうなんか何かが出来事が起こってもその出来事の捉え方の部分をちょっと変えることで感じ方が変わってくるよねっていう感じでな。っうな。るほど。まあこんな HS 型 HSP の優雅さん、まあ、妻との暮らしを、うんまあ、毎日、まあ、7年間やってきたわけなんですけど、うん、僕が気をつけてること優雅、うん、ちゃんに気をつけてることもいくつかあるんだけど、うん、まずは全肯定するあの。パニックになった時はね <laughs> 一時パニックになった時ってまあ 喧嘩してパニックになった時は僕にも言い分があるじゃないですか。うん、もっとこうやってほしい、ああやってほしいって。で、優雅さんは僕は、おかっちがこう、お前が悪い、あんたが悪いみたいな、お前って言い方しせんけどな。うん、おかっちが悪いよって言い方をした時に、いや、僕もやっぱ普段コーチやったら、全部受け止めるんですよ。でも、利害関係がある状態でコーチとか可能性ができないんですよね。利害関係があるから。で、その状態で僕も、いや、僕は、そういう気持ちはわかるけど、あの時はこう言ったやんっていうふうに言ってしまったりとか、逆に、その優雅さんの気持ちを受け止めない状態でで、 自分が自分の立場で意見をしてしまったらまたパニックになってしまって余計爆発してしまってあのうまくいかないってことが分かったのでまずはあの僕の立場を置いといて全部とりあえず聞く理解しようとするうんしようとするって気持ちが伝わってなかったら全然何をっても響かないからまずはちゃんと味方になるっていうポジションをちゃんとホールドした状態でちゃんと全肯定する。 受け止めるでちゃんと全部全部言葉として吐き出させてあげてその言葉をちゃんと理解しているということをちゃんと自分,の自分もこういうことをっていうのをちゃんと伝えるようにしている。うん、ありがとう。<laughs> それがまず一つとあまあそれもつながるんだけどそで落ち着いてる時パニックの時はもう何を言ってももう,もう何もダメだから落ち着いてる時に。 あ,あの時はこういうことがあったからああいう風にならないようにこういう風にやってみるのはどうとか提案をしたりとか落ち着いてる時はものすごい頭がよくてくるくる回ってるから冷静にだからその時は逆にあの時こういう風にあったからどういう風にしたらいいだろうっていう具体的な問題が起きない解決策を一緒に話し合ったりとか逆に提案したりする。 落ち着いてる時、うん、であとはその優雅さんの中でリスペクトタイム」っていうのがあって絶対に絶対に侵入してはいけない時間帯とか言ったりん<略>やろうその時間帯とかそのやってる行為んやろう音楽を聴いてる時全集中してブログを書いてる時とか絶対ダメなんですよ「おかちだよ」とか言ったら絶対あかんからその時は「リスペクトタイム」ってで、僕も僕は衝動性激しいからもう。 ユウガ,ガちゃんってこうやっちゃうんだけどいやこれリスペクトタイムだってなって自分で言い聞いかせてるあリスペクトリスペクトあユウガちゃん寝ているからでもおかっちさリスペクトリスペクトって言ってたら大丈夫やと思ってるやろいや違うリスペクトっていうことで動作が収まんねんそう言わんかったらもううわってなっちゃうから <laughs> でお風呂入ってる時もおかち大声で歌った時があって優雅、うん、さんがもう早起きして生活習慣を整えようとしてる時に僕は覚えてないんだけど結構お酒を飲んでたこともあって <laughs> なんやろどんなこと言ってたか知らんけどシャワーを浴びながら何だっ,っけおかちは天才っていう歌,を歌っ,てたっていう歌を大きな声で歌ってたみたいなんです <laughs> それをそれの時もその時もものすごい大きな限界になって。そういういこともあるから なんかこううわって出てきた時もリスペクトリスペクトって言葉が出るとちょっと自分もちょっとゆっくりなのリスペクトリスペクトそれをすごい大事にしてるかなだからまずは全肯定するっていうことと落ち着いてる冷静な時に具体的な解決策を話し合うっていうこととリスペクトリスペクトって言って自分を沈めてゆかちゃんの,あの世界に入らないようにするこれを僕は大事にしてるどうそういうの 僕が僕とお付き合いして中で、ね、なんかそういうの感じることとかあるうんあるある、うん、なんかおかっちはね、うん、なんか散らかしたりせえへんやんか部屋を、うん、それはすごい助かってるまあもともとやけどさ散、うん、らかす人と一緒に住まれへんなっんて思う、うん、しまあでもさ なんかおっかちの中でここはこう片付けるっていうのがあるところは綺麗やけどさそうじゃないとこ適当やんかや、うん、でも例えばその排水口の生ゴミは毎回ちゃんと捨ててねっていうやつとかもちゃんとこうやってこうやってこうやってねって指導したら指導したらちゃんと、うん。 ちゃんとできるから助かってる、うんうん、指導したらな何回も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 言っても慣れへんとかやったら無理やかわかるでもそれはお母ちゃんも最初は嫌やで自分を変えないといけないから嫌 <laughs> やけどあこれは絶対にやらないとあのダメなリスペクトなあのタイムやとかリスペクトな領域なんやと思ったら受け入れる、うん、でもこれは別にどっちでもいいっていうところはちゃんと僕も主張するっていう、うん っていうことそうすることがもうトータルで見た時にあのお互い円満に過ごせるかなっていうのがあって、うん、ここは別に譲れるなとかあここ譲られへんな譲られへんけれどもいやこれは優雅さんリスペクトやから譲らないと仕方がないじゃあやるっていう感じかなほんまにでも最近喧嘩もないわな、うん、よく考え1年ぐらい喧嘩して,してないもんなじゃでも喧嘩した時は1年ってことはないは、まあ、は半年ぐらい8ヶ月ぐらい,ぐらい珍しい3か月に1回はもう大喧嘩で。 うん、もうこのコロナの時も3回ぐらいあったわな。あったなもう離婚,離婚する、うん、去年1年で3回ぐらい <laughs> っていう感じ。はい <laughs> ということで今回はね ADHD の夫と HSS 型 HSP の妻の暮らしはこんな感じということでの HSP バージョンなバージョンでご紹介お話ししました、まあべちゃくちゃね、まあ、次回は次回は ADHD の夫<あ>僕バージョンで、えーね、僕が気をつけてることとか、えー、ゆうがちゃんが僕に対して感じ 優雅ととさんが具体的に何かやってくれてることがもしあるんやったら、うん、それをお話ししたいなと思います。うん、はい、ということでね夫婦の時間は優雅ちゃんとおカっチそしておカッチと今最も話したいことをお話しする番組です毎週9時か、日曜日の9時からライブ配信やってますのでよかったら遊びに来てくださいそして今日の配信ちょっとでも勉強になった参考になった優雅ちゃんおカッチ頑張れっていう方は高評価ボタン押してお 高評価ボタン押ししてもららえたら嬉しいですあとねコメント頂い,いたらそれも全部見てますのでぜひお気軽にコメントください。はいということで今日はこんな感じ以上です。See you! バイバーイ,バイ,バーイ